初代アイバー伯爵、エドワード・セシル・ギネス初代、アイバー伯爵、エドワード・セシル・ギネスは、イギリスの実業家、貴族。アイルランドのビール醸造業者、ギネスの経営者であるサー・ベンジャミン・ギネス順弾爵の三男として生まれ、1868年の父の死後に事業を継承して、ギネスを史上最大の醸造会社に成長させた。1885年に順断爵。 1891年にアイバー男爵、1905年にアイバー子爵、1919年にアイバー伯爵に女せられた。1891年のバニティフェア氏に描かれたアイバー教の似顔絵1847年11月10日に初代純男爵サーベンジャミン・ギネスとその妻、エリザベスの三男として生まれる。兄に初代アーディローン男爵に助される。 アーサー・ギネスがいる。ギネス家はビール醸造会社、ギネスの創設者として知られるアングロ・アイリッシュの財閥である。ダブリン大学トリニティ・カレッジを卒業し、1870年にバチェラー・オブ・アーツ、1872年にマスター・オブ・アーツの学位を取得した。1868年に父が死去すると、兄・アーサーと共にギネスの共同所有者、経営者となった。 しかし1868年から庶民委員議員になっていた兄は政治に専念するために醸造事業から離れたがるようになり、1876年にはエドワードが兄の持ち分の株式半分を60万ポンドで買い取った。これにより、以降、ギネスの事業はエドワード単独のものとなった。彼が経営していた時期はギネスが最も急成長した時期である。 ギネスの年間出荷量は、彼が事業を継承した1868年の段階では35万411バレルだったが、1876年までに77万8597バレルに倍増し、その後年5%ずつ出荷量を増やしていき、1886年には102万バレルを超えていた。セントジェームズゲート2番地に新たな醸造施設の建設を進め、 またリーフィー川を使った運送に目をつけ、醸造所と川の間の広大な土地を買収すると、会社と桟橋を連結することで、ダブリン港への運送を容易にした。このルートの活用のために1877年には、橋家の船団を雇用し、この船団は、ギネスの象徴として知られるようになった。1876年には、ダブリンのシェリフ、1885年には、 ダブリン県のハイシェリフに就任している。また1885年3月には順男爵に除され、ついで1891年1月には連合王国貴族爵位、アイバー断爵に除されて貴族院議員に列した。さらに1905年12月にはアイバー死尺、1919年9月にはアイバー伯爵に除せられている。彼の代から、 ギネスの国際進出も本格化した。1890年代初めからギネスのビールが売られている海外に積極的に人を派遣し、ギネスの輸出品の品質管理と世界各地の代理人のギネス商品の取り扱いの監視を強化した。こうした積極的な海外人材派遣は第一次世界大戦で、それが困難になるまで続けられた。第一次世界大戦が始まると、 ギネスも大きく売り上げを落とした。原料の購入が戦争で難しくなったし、また政府が戦争遂行のために大麦畑は小麦畑に転換したため大麦価格が高騰した。さらに戦時体制徹底のためビール税増税、アルコール比率低下、パブ制限などの法律が次々と制定され、これらもギネスの経営を悪化させた。戦後も アメリカの禁酒法でアメリカ市場を失うなどの打撃が続いた。しかしギネスの研究開発部門の超アランマクマレンが連続殺菌工程の開発とオム麦に含まれる窒素の研究を進めた結果、その後ギネスの生産量や販売量は再び伸びていった。エドワードは広告をしないという方針を持っていたが、裁判年の1927年にはその方針を 転換して、ギネスの広告を開始した。1927年10月7日に死去した。遺産は1350万ポンドに及び、当時の英国史上最高遺産額を記録した。借位とギネスの会長職は、長男ルパート・ギネスが継承した。1885年5月27日に、以下の借位を新規にノブされた。1891年1月19日に、 以下の借用新規にノブされた。1905年12月18日に、以下の借用新規にノブされた。1919年9月30日に、以下の借用新規にノブされた。1873年5月20日に30指定に、当たるアデレード・マリア・ギネスと結婚。彼女との間に、以下の三子を設けた。ありがとうございます。